こんにちは。今日は見晴らしのいい、阿蘇の野外の見晴らし台に来ております。今日はですね、まとめて何曲か 歌おうという試みで、私は YouTube で歌う前はね、こういう野外で、まあ、時間制限などなく、喉が枯れるまで、歌ってたわけですよ。あの頃を思い出して歌ってみたいと。まあですね、まあ、原点である私の弾き語りの原点は何といっても井上陽水さんですね。陽水さんの曲を何曲か、まあ、歌ってみたいと思います。最初は東西、間違えてしまったな。あれほどね、今日はちゃんと歌おうと思っていたんですが、あれね、くぅもう朝帰っちゃったぜ、クソ。
そこね、シャツ一枚で歌うわけないかないんですが、次はね、やはり私の原点がなぜ陽水さんかといえばですね、この曲ですね。寂しさのつれつれに手紙をしたためています、あなたに黒いインクが綺麗でしょう、青い便箋が悲しいでしょう、あなたの笑い顔を不思議なことに今日は覚えていました、塾になったお祝いに作った歌も忘れたのに、寂しさだけを手紙に詰めて、ふるさとに住むあなたに送る、あなたにとって見飽きた文字が季節の中で埋もれてしまう、曇りガラスの外は雨、私の気持ちは欠けません、うん、寂しさだけを手紙に詰めて、ふるさとに住むあなたに送る、あなたにとって見飽きた文字が季節の中で埋もれてしまう、鮮やか色の春は影ロボ、眩しい夏の光は強く、秋風の後雪が追いかけ、季節は巡りあなたを変える私がギターを弾きたいと思ったのはね、この出だしでしょ、寂しさのつれつれにね、このまま、ね、もうモノマネに出てもいいぐらいもうねもう覚え込みましたね、この曲をね。この曲はね、あの伝説の、あの氷の世界というね、
中に入ってるんだ、だったかな、だってそうですね、これはもうミリオン、もうね、初のミリオンセラーと100万枚以上売れたというね、アルバムがですよ、すごい、ね、もう名曲ぞろいでした、あれは。まあ私もね、それを全て思いました。まあ、全てここで歌うと今日は1時間超えちゃうんで、まあ、印象に残った赤須の踏切、まあ、これはね、曲的にはね、アレンジャーの星勝さんかな、があの、ね、あのモップスの、ね、星勝さんが、作られるあのメロディーをね、歌詞は陽水さんなんですけどね、あの静かな歌があるんですよ、もともとはね、目の前電車が駆け抜けてゆく、思い出が風に巻き込まれる、思いもよらぬ速さで次々と電車が駆け抜けてゆく、ここは開かずの踏切、8分の12秒しというね、まあ暗いみたいですけどね、これは結構このメロディーは好きでね、私は好きなんですね、こちら。ただこの氷の世界に収められたこの開かずの踏切はね、もうコテコテのロックロールでね、よいしょ、
開かずの踏切からどっちか、始まるというね。あう夜が来た華やかなというこの、あれは、コードがですねつながっているという、ね、ちょっとビートルズの曲でもありましたが、その、ね、手法を使って、そしてその後の帰れない二人という、これもまたもうね、もう陽水さんも大好きな曲、これ今の清志郎さんと一緒に合作なんですけど、ね、もうよくコンサートでも二人が歌ってらっしゃいました、これもですね、開かずの踏切始まり、そして帰れない二人、こうちょコードがつながってるんですね。そういうシャレだから、レコードでもつながってると、本当に素晴らしい、あのあね、はい、帰れない二人、手と手の抜
歌ってもいい曲ですこれ、皆さんも歌いましょう。陽水さんのはね、もう古くても新しい、これも、本当に温故知新とはこのことですね。古きを知り新しいことを発見するね。あ、違う、古きを訪ねて新しい気を知るね。やっぱね、本当に陽水さんのこの流れが非常に、そしてやっぱりあの氷の世界ではやはりもうね、もう何と言ってもやはりもう衝撃的だったのはもう氷の世界ですね。もうそれまでのね、こうフォークのメロディーではないですからね、これね。かといってロックでもないんですね、あの曲はね。もうまあもう陽水節といえばそうですけどね、非常にこう意外と陽水さんはね、そんなフォークですけど結構ロックっぽいのを歌ってるんですね、やっぱりこうね。夜中にデートした近くの公園で確かめ合っていた、お前と俺の愛、突然現れたってね。ね、まあ、今日までね、もうこういう断絶とかね、もう傘がないもんね、よく聞くとやっぱあれはね、フォークじゃないですよね。ね、ね、まあ何と言いますかね、何とも言えないから、まあ陽水さんはこうあの時代にこう突出した感じがしてたのかなと思いますけど、氷の世界はね、やっぱもう寒い冬にはもうぴったしの、もう本当にもうね、俺はどういう人間だとかね、氷の世界ね、 G マイナーの曲なんですね。ちょっと難しいでしょ。リンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても見にくいあの子、グッと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なものを凍えてしまうよ。もう毎日吹雪氷の世界、誰か指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕に絡んで動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れていくのは時間だけなのか、涙だけなのか、まあ毎日吹雪氷の世界。
どできない理由はやっぱりただ自分が怖いだけなんだな。その優しさを密かに胸に抱いてる人はいつかノーベル賞でももらうつもりで頑張っているんじゃないのか。震えているのは寒さのせいだろう。怖いんじゃないね。まあ毎日吹き吹き氷の世界。隠れると寒いよ。ススキが揺れているって、いいね、大体こんな感じで、野外でね、10年ぐらい前までは11年かな、もうね、歌ってました。そしてね、明くる日はもう声が出ないんですよ。今日も出ないと思います、明日は。ね、本当はね、歌手の方はね、あまりこう喉を冷やさない方がいいと、言われていましたが、もう僕の場合はね、こんな声をこう枯らして歌うんでね、やっぱもう水で喉を潤さないと。一応今日のね感じはこんな感じで、これからもね、こんな感じをね、あんまり長いとね、やっぱ見る人も大変でしょうけど、5曲か6曲ぐらいを目安に、歌ってあげてみようかと思ってます。これね、ライブ配信風みたいな、ライブ配信ってね、私野外で歌ってるんでね、どうやってねリアルタイムで送っていいか分かんないし、スマホないんですよ。じゃ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 ーん、じゃ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 ん、じゃじゃじゃスタタタタス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 タ。ベートーベンもびっくり、スマホを持っていない。そんなのでね、インターネットやってるんですから、これも世界に一人じゃないですかね。唯一無二、ね、オンリーワンで、太陽が出るとあったかいよ。普通前振りが長いんです後振りが長いんです。なんかおまけみたいな。いや、一応これで、またライブ配信風な、動画でお会いしましょう。今日は第一弾ということで、井上陽水さんの曲を中心に。ごめんなさい、どうも。